まずその前に未知なる敵と遭遇ということになりました。23歳神保克也、そして来月23歳になるエダーロープスの対戦です。 K-1 ワールドグランプリ第3代スーパーウェルター級王座決定トーナメント1回戦第2試合、第1試合では木村フィリップミノルが豪快ならしい KO 勝利をカイト相手に見せています。木村と戦うのは神保か。さあ佐藤さん、はい、神保が、そしてエダーロープスがここでどんな戦い見せることができるかですよね。そうですね、神保は特攻魂って言ってますけど、はい、結構テクニックもありますからね。実はK-1 ジム目黒チームタイガーの内田康弘代表、現役時代はテクニシャンとして知られていましたよね。そうですね、その内田代表譲りの技を持って、オーソドックススタイル、2人ともそうです、インローから探るように入りました。さあ正人さん、はい、お互いが、まあ、特にロープスですよね、どれだけの力を持っているのか。そうですね、まあ、お互い、まあ、こうどういうふうに来るのかなって見てますよね、はい、まだ今強い左がありましたロープス。こちらはパンチ、ローキックともに伸びがある、2014年からこの立ち技格闘技歴スタートしているというのがロープスです。だいぶ距離が近くなってきましたね。縮まりましたか。さあここも一気に前に出て右のハイキック、青いグローブのロープスです。いやでも久松さん、はい、やっぱり初来日のファイターで、うん、ちょっとこう神保のコメントもありましたけれども ね、 そうですね、だいぶ迫力もありますよね、はい、もう22歳に見えないですよね。そしてこうキビキビした動きも目につきます。関根さん、はい、まず序盤どう映ってるんですか、神保も含めこのロープスの蹴りがいいですよね。キックから、キックがいいですよね、はい、今も必ずローキック放ってますよね、そしてそれを見て神保の立ち上がり、佐藤さん、神保の立ち上がり、はい、飛び下もった。まずスタートどうですか。ほらお互い結構危ない距離で戦ってるんで、はい、まあ本当クリーンヒット入ったら、まあね、どっちがダウンするかわからないですよね、はい、これで神保は国際戦は多分経験豊富じゃないと思うんで、うん、まあ、初めてのこの黒人選手だと思うんですよ、はあ、それ相手にね、その体格差、パワーの差をどういうふうにクリアしていくかですよね、まあ、今本当にただの特攻魂、特攻野郎ではないというところも探りながら見せています神保。この展開から左のミドルキック、左のパンチ、そしてワンツースリーとパンチを重ねていきます。ここ2戦は、左木戸康弘、それからジョーダンピケ王と対決してきました神保克也。中国ではハン・ウェンバオと対戦がありますよね、神保です。これお互いに手数が多くていい試合ですね、確かにこうちょっと合わせ鏡のような回転数もありますね、ミドルキック思い切ってロープスが放ってまいります。さらに左肘のあたりから壊してくるか。ここは距離を一旦神保が取っています。飛び膝低空飛行、右のストレートへつなげる。さあ標識が鳴らされて残り10秒を切りました。ボディ打ち、対角線上のコンビネーションはロープスの得意中の得意。ここで第1ラウンド終了です。さあまず正人さんに伺いましょう。1回戦の第2試合、印象はどうですか。そうですね、お互いこうタイプ似てるなっていう感じがしますね。そんなにお互い一発のパワーっていうタイプではないですね。手数でこうダメージを与えていくっていう感じですね、はい、こちら神保の第1ラウンドという印象でいうと、改めて佐藤さんに伺いましょうか、はい、3分間ですね、どうでしたか。そうですね、神保はロープスよりも技がコンパクトなので、ロープスを外から打ってくるパンチの中からワンツーとかがタイミングがやや合ってきてはいるので、次のラウンドからまあどのぐらい有効打が増えるかですね、はい、あとロープス下向く癖があるんで、はい、そこにね膝とかあったら面白いですよね。一瞬、そこがポイント、そしてロープスも臨戦態勢に変わります。それをじーっと見合ってる神保。でも久松さん、はい、神保も本当にこう落ち着いて試合始めましたよね。
そうですね、トーナメントのジンボ選手楽しみですよね、うん、うわ右迎え入れるカウンター、こういうところから関根さん、はい、本当にクレバーさもあるんだっていうのがジンボ分かりますね。ジンボね、決して特攻精神ではないですよね。それだけでなく技術ありますよね、またそういう度合い上がってきているようですよね、あでもロープスのパンチから右のストレート来ましたね。マサトさんちょっと痛いな、この続けた攻撃、ぐらついている、ダメかダメか、1ラウンド2回ダウンを喫してしまうと、チャンスだな、危ないですね、危ないですよ、終わってしまう、終わってしまう、ジンボの下克上、ダメですか、ロスが、その野郎、打ち砕いた、最後も重たく正確に、右、左、リズミカルに、結構あのパンチが小さく、速くていいですね。武器だということが分かりましたね。これ次の木村とのパンチの打ち合い楽しみですね。対戦が決定しています。準決勝の相手は木村フィリップミドル。さあ佐藤さんにも改めて伺いましょう。あの2ラウンドに入って両者あのエンジン1ギアもう上げましたよね、はい、それであの結果的にね、あのやっぱロープスのパワーが勝ったかなと。まあそして冷静沈着という印象も佐藤さん。そうですね、うん、よくあのインタビュー通り、はい、まあ、戦略家なのかなと思いますね。ってことですよね。だ、次の木村実のパワーを、はい、ロープスはどういう戦略を立ててくるのか、めちゃくちゃ楽しみですねこれは。そうですね。いや関根さん、はい、やっぱりきっちりと対策立てて、当然ロープスはねテクニシャンですわ。まずそれがあらわになりましたね。1ラウンドは様子見てましたよね。はい、そこから1段上がありました。エダーロープス準決勝で木村フィリップミノルと対戦いたします。